アービィングはアメリカが州国テキサス州北東部ダラス郡の都市である。2010年国勢調査による人口は216,290人であり、2000年の191,615人から12.9%増加した。国勢調査局の指定ではダラス・フォートワース・アーリントン都市圏、民間ではダラス・フォートワース・メトロプレックスと呼ばれる都市圏のうち、 ダラスプラーのアービング部分都市圏に属している。アービングにはラスコリーナス地域がある。ここはアメリカ合衆国でも最も初期にマスタープランが作られて開発された町であり、12000エーカー以上の土地にアメリカ合衆国南西部では最大の多様と開発が行われたところである。ラスコリーナス地域には世界最大の騎馬像であるラスコリーナスのマスタングがある。 地域内の40エーカーがアービング会議場ラスコリーナスの場所となるべく開発中であり2010年11月の完成を目指しているナショナルフットボールリーグに所属するダラスカウボーイズが1971年から2008年までアービングにあるテキサススタジアムで試合をしていたがこのスタジアムは解体されたアービング市はこの跡地に テキサス修道114号線にまたがる大規模多目的施設を建設する計画を練っている。この計画の主たる開発者は、ホレストシティエンタープライジズであり、同社はダラス中心街にある古い商業複合施設を更新して、ニューヨーク市のロックフェラーセンターのような多目的施設に変えるプロジェクトも進行中である。ダラスやフォートワース各市が利用するダラスフォートワース国際空港は、 一部がアービング市内に入っている。アービングの町は1903年に J.O. とシュルツとオーティス・ブラウンによって設立された。ネッタ・バーカス・ブラウンが文学者ワシントン・アービングを愛好していたので、町の名前としてアービングが選ばれたものと信じられている。1889年に開拓が始められた頃はゴービットと呼ばれており、1894年に キットに改名されたアービングは1914年4月14日にオーティス・ブラウンを初代市長として姿勢を敷いた。19世紀後半までにアービングには教会がいくつか、二つの面子工場、一つの鍛冶屋、及び一つの雑貨屋があるきりだった。アービングの公立学校は1909年にキット学校とライブリー学校を創設したときに始まった。 人口の増加はゆるりであり、時には滞ることもあるくらいで、1925年の住人は357人に過ぎなかったが、1930年代に入って著しい増加を始めた。1960年代初期までにし、の人口は約4万5千人になった。多くの製造工場が創業され、輸送、小売り及び金融産業が営まれていた。 ダラス大学が1956年に開校し、ダラスカウボーイズの本拠地テキサス・スタジアムは1971年に完工した。テキサス・スタジアム、ダラスカウボーイズの本拠地だったが、解体された1985年8月2日、デルタ航空191便がアービングに墜落した。アービング市の人口は1990年に1 5 5 3 7人に達し、 2006年時点では20万1927人となっている。ジョセフ・ライスがアービングの歴史を1989年発行の著書アービング・テキサスのオデッセイに表した。アービングは北緯32度50分50秒整形96度57分59秒北緯32.84722度整形96.96639度 32.84722-96.96639に位置する。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は67.7平方マイル、このうち陸地は67.2平方マイル、水域は0.4平方マイルで、水域率は0.65%である。アービングは温暖湿潤気候にあると考えられている。 以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。1980年のアービングでは、ヒヒスパニック系白人の構成比が93%だった。2009年時点では、これと対照的に、ヒヒスパニック系白人よりもヒスパニック系の方が多い。2008年11月の選挙以前、アービングでは店舗におけるアルコール飲料の販売を禁じており、 北テキサスではアルコールを禁じた人口最大の郊外部だった。2004年にアルコール販売を認めるための住民投票が行われ反対票が63%となって敗北した。2006年時点でも反対票は52%だった。3度目となった2008年の住民投票でアルコール販売が認められた。 アービングのアルコール販売法を変えることに賛成した人はその法律を変えるための触媒として2008年アメリカ合衆国大統領選挙を興味を持って見ていた。2009年時点で市政は全市を選挙区とする市政委員会方式で行われている。市内には人種的少数者の人口が多いが市政委員会の委員全員と市長は すべてヒスパック系白人で占められている。アービング市民のマーニー・ベナビデスは2007年11月に死を被告として連邦裁判所に訴訟を起こし、選挙の仕組みが1965年選挙権法に則っ,っていないと訴えた。2009年7月15日、連邦裁判所判事はアービング市に対して新しい選挙の仕組みを創設し、 人種的少数派の代表を選挙によって役職者に選ぶべきことと最定した。市の発行する包括的年間財政報告書によれば、市の予算は歳入3億4490万ドル、歳出3億140万ドルとなっており、総資産12億2200万ドル、総負債4億9000万ドル、現金と投資額3億3990万ドルとなっている。 アメリカ合衆国郵便公社が、アービングの郵便局を運営している。本局は、ウェストアービングブールバード2701にある。その他の市内郵便局としては、中心街、カールレンジ、セントラルアービング、ラスコリーナス及びバレエランチにある。市の発行する、包括的年間財政報告書によれば、市内の主要雇用主は、以下の通りである。 アービング市内に本社を置く大企業としては、チャック・イー・チーズ、コマーシャル・メタルズ、エクソン・モービル、グルマ、キンバリー・クラーク、ラ・キンタインズ・スイーツ、マイケルズ・ストアズ、オムニ・ホテルズ、サザンスター・コンクリート、ゼロ・アワー、ゼール、フルア、NCH、シュネー・マーヘッド、およびローキシー・エンタープライズ・ストレージがある。地域航空会社のフリーダム航空と、 メサイアーグループの子会社も市内に本社を置いている。また市内にはアメリカボーイスカウトの全国本部がある。メキシカーナ航空がノースオコーナーブルーリバード5215のスイート202事務所を構えている。中華航空はウェストエアポートフリーウェイ4425のスイート205にガラスミニ事務所を構えている。ノキアアメリカと NEC アメリカの本社がアービング市内にある。公立学校、アービング市内の大半はアービング独立教育学区の管轄内にある。その他の部分はキャロルトン・ファーマーズ支部独立教育学区とコッペル独立教育学区の管轄内にある。アービング地域の主要高校はアービング、マッカーサー、ニミッツ、ランチビューの各高校とジャック・イー、シングリーアカデミー、 ユニオン・ボーアー・センター・フォー・ラーニングがある。学力公用公立チャータースクールとしてのノース・ヒルズ予備校も市内にある。ウィンフリー・アカデミー公立チャータースクールも市内にある。私立学校男子向け大学予備校で5年生から12年生までを教える指導修道会予備学校が市内にある。州内では最良の私立学校とみなされている。また幼稚園生から12年生までを教える。 大学予備校のハイランズスクールもある。幼稚園前から8年生までを教える、セントルークスストーンゲート、クリスチャンアカデミー、ノースヒルズ予備校、ホリーファミリーオブナザレというカトリック系2校も市内にある。また幼稚園前から12年生までを教える、イスラミックスクールオブアービングもある。市内には、ダラス大学、ノースレークカレッジ、ダラス郡、コミュニティカレッジのキャンパスがある。 フェニックス大学とデブリー大学も市内にキャンパスを持っている。アービングはダラスカウボーイズが本拠地にしていたテキサススタジアムがあった。このスタジアムは2010年4月11日に爆破解体された。アービング独立教育学区の高校がアービングスクールスタジアムでアメリカンフットボールなどのスポーツを行っている。アービング市は高校生年代のアイスホッケーチームを講演している。 ラスコリーナスにあるフォーシーズンズリゾートでは毎年の PGA ツアーの一つバイロン・ネルソン選手権を開催している。アービング市内は多くの高規格道路が横切っている。エアポートフリーウェイすなわち修道183号線が市内中心を東西に横切り、リンドン・ビー・ジョンソンフリーウェイすなわち週間高速道路635号線が同じ方向に 市の北縁を走っている。ジョンカー・ペンターフリーウェイすなわち、修道114号線とプレジデント・ジョージ・ブッシュターンパイクはそれぞれ市内を北西から南東と南西から北東に横切り X 字を作っている。ラス・コリーナス地域は修道114号線とブッシュターンパイクの交差点近くを中心にしている。アービング市はダラス地域の公共交通を運営する。 ダラス地域高速鉄道に加入する13市の一つである。アービング市内には多くのバス路線があり、トリニティレールウェイ・エクスプレスの経路には駅が2つある。さらに、ダラス地域高速鉄道がアービングとラスコリーナスを抜けて、ダラスフォートワース国際空港に通じる路線を建設している。これができると既存バス路線に加えて、鉄道でアービング北部とダラスをつなぐことになる。 ラスコリーナスアーバンセンターにはビジネス地区と娯楽地区を結ぶ新交通システムであるラスコリーナス APT システムがある。ありがとうございます。